こんにちは、ブルーホースです。ということで、今回もやっていきましょうか。ゼルダのダンス、タキのアウカルニュー。パート忘れました。はい。ということで、前回は、ちょっと待ってね。違うよ。こうか。早速、アイテム変更から始まって、ね。よいしょ。前回は炎の神殿をクリアいたしましたので、今度はね、その炎をね、鎮火させるためにですね、水の方に向かっていったと思います。まあ、ゾーラ族の救出っていうわけでね、はい。まあ、そこをね、しこしことやっていこうかなと思うんですが、ただね、残念ながら、いきなりね、水の神殿に向かうっていうことが、まあまあ難しいというか、雨あられというか、全体的に回りましょうっていう話なんですけど、はい。なので、なんか俺の方の気のせいかなんかまあシャコって言ってきました。あ、こんなところまでいたっけ。じゃあとりあえずこいつに乗って旅立ちましょう。さあどこまで連れてくるのかな。え、あ、すげえ凋落。あ、違う戻ってる。ここまでなの。なんか最後まで連れてって欲しかったけど、まあまあまあいいや。待って、めっちゃ雪降ってんじゃん。あれ、ゴリッゴリに雪降ってるけど、こんなんだったっけ？まあちょっと、次の賢者さんをね、解放。次のね、神殿を解放するためにね、ちょっとね、とあるところの寄り町じゃねえや。もう日本語が喋れなくなってる。寄り道をしなきゃいけないっていう感じなのでね。はい。やっていきましょうか。よし。じゃあ、ゴリッコ。あ、でさ、なんか前回書いてるさ、なんかボイスチェンジャーの話とかもしたじゃないですか。なんかそういう詳しい人いたらぜひ教えてほしいんだけどね。ちなみにね、ゲームをクリアしても、一切合切ね、残念ながら、なんだっけ、食われることのなかった、街がここですね。確かここでずっと結局凍ったままだよね。まあここはいいや、ずっと凍らせとけ。別に何の恨みもあるわけじゃないんだけどね。さてにしてもあれだよね、なんか赤い炎、冷たい炎とか、ゾーラからすごい冷気が吹いてきてるの感じる？でも感じてるよ。感じすぎちゃってあれですよ、もうムッキムキだわ。なんでお前それ包まれてるのっていう話なんですよ。ここ面白いよね。よし、カッチカッチやぞ。さあ、これが大変なんですよね、またね。トゥクトゥクトゥン、トゥッ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 。夜だから全然音楽が流れないってね。あおーん言うてるわ。ほいっとー、ほいっとー。どこだっけ？やっちかーゆーふぎゅん。ちょ。ちなみに大丈夫なのかな、こんなくっそ冷たい水に入っても平気なんだね、一応ね。OK。ということで、今回のメインダンジョンはこちらでございます。氷の洞窟。ね、なんでこうなっちゃったのかっていうね。てかもう、ある意味さ、ガノントロフすごくない？魔王として世界を支配するっていうだけじゃなくてさ、ありとあらゆるさ、おい痛い、なんだ、あ、痛い、ありとあらゆるさ、天才を引き起こしてさ、やばい、おめえ名前なんて言った、やばい、フリザード、復活する前に、氷を割っちゃいましょう、かき氷にしてやりましょう、あれ、ってどっか行った、めっちゃ滑るわ、あれどこ行った？あいたおら、かき氷になっちゃいました。かき氷始めちゃいました。消えた。あ、痛い、おめえずるいぞ。あ、もう全部ルピー集め切っちゃった。やっぱ200しか持てないんだけど、ね、でも500がなんかステータスになっちゃってる感じがしててさ。え、わお、随分と危ないのがあるのね。
あ、あいついいんじゃん。ごめんごめん、痛い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 、次食らってる。危ねえじゃなくて食らってんだよ。違うよ。ほい。で20度目かな。ちょうだい。あー、おめえ敵だったのか。ありがとう。仲間だった。で、あっち行ける道があるな。あいつは？あ、登ればいいね。へい。なんと強いことな、嫌なの。よいしょ。で、こっち行って。今です。てるてるてるててん。痛い。痛いのも快感になってくるさ。ド M 野郎。やって。氷なのに声出てんだよな。痛い。ああ、セーフ、危ねえ。当たった。売ります。まあ、なるほどね。でもすげえ勢いで回ってんな。うわお。あら、なんで固まるの。氷や。あ、ちょっと固まってる。この野郎。あちゃ、あ、うそ、今の当たんねえのかい。ちょっといい。てやっ、てやっ、ていてい。じゃあ、1個取りすぎた。そしてハートキャッチ、プリキャッシュくれてるやつがいる。で、こいつが、これでかな。レッスン、なんだか普通じゃないよ。何か使えないかな。使えるんです。ありがとう。狭かっただろ。君を解放してあげたかったんだよ。よいしょ。てーねってね、すげえいい顔。あー、やばいな、お前、このタイミングで。あー、おむつできよう。2つくらいあった方がいいのかな。これでダンジョンマップかな。結構あれだね、氷の洞窟の音楽ってすごくいいね。神秘的というかさ。で、言ってた途端、宝箱によって音がかき消される。なって。ジャンジョンマップー。オッケー。で、よし。もう一個手に入れましょう。だと、結局ね、こいつがないと、助けられるもんも助けられないんですよ。例えば、ちょっと小太りのドーラさんとか、なんか青、赤いのに包まれてるドーラさんとか、ルト姫のお父さんとか。痛い！こっち戻ると。おめえ、また復活してんのけ？この先にね、実はね、血が見えるんですよ。に何かが見え広っ。3匹か。ちょっと待ってね。この6の微調整できない感じが非常にめんどくさいからもういいや。あーちょ、あー、俺がやられた場合、いい。うわー。そしてファイヤーキースと違っておめえらずるいぞ。あとどっかでシャポ言ってる。あれ、どこでシャポってる。あいたいた、シャポシャポってる、シャポってる。さてと、ということで、これは確か1個ずつ全部回収していかなきゃいけないね。
あ、お面を使わなきゃいけないんだな。ああ、これもう一個持ってきてた方が良かったのかな。まあ、めんどくせえわ。なんとかなるでしょう。なぜときたーい。二つ目。よいしょと。でね、これいらなくなったらポイ捨てするスタイルだから。オッケー。じじ、つかつかまない。乗って乗って乗って。危ない危ない危ない。自分がどこ落ちてくるの。あんまり、このままいける。いけないもしかして。これ、フットはジャンプはできない。いけんじゃん。ほい。青い炎ってことは、つまりあれでしょ、あの酸素量が適量ってことだもんね。よいしょ、これ戻したらいけんのかな。あー、無理か、引っかかるか、やっぱり。あー、無理っぽいね。じゃあ落としましょう、いっぱい。だからニョキニョキ生やしましょう。サムハヤシニョキ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 。おもろいよな。よいしょ、チェン。よしよし、乗って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 、マリア。これは一回落とした方がいいな。さよなら。ニョキ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 。じゃあじゃあじゃあ、もう乗るの、あとで乗る。こっち押してマスク。わあ、キャッチプリキュアハートマッチ。オッケー。戦って、なんかよくわかんないけど、随分と体力減ってたな、今見たら3つ以上減ってる。もうこれ急いだらもう一回拾えるとかないか。無理ー。オッケー。で、このまま行けるんですけど、行かないんですね。って思ったけど、あれだな。そもそも行けねえわ。よいしょ。オッケー。生えてくるスピードが速いんだよな。素晴らしい。すばらすばらー。すばるすばる。うん。これあれだね、動かしてるとき時が止まってるからなのかさ、上のルピーの回転も止まったね、今ね。よいしょ。よいしょ。オッケー。ゲッキャッチ。やるちゃちゃーん。なんかいろんなゲームのキャラクターがいるけどさ、当時は、このリンクが一番イケメンだと思った。わかる人いるかな？あれ、これ、ギリギリ？いける？この角度からいけるかな？あ、いけたいけたいけた。よかった。多分、もうちょっとちゃんとあるんだろう。あれ、まだあったっけ？あ、いた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 。結構投げるわ。もうゴールだった。近づくんかい。やばい、やばい、やばい、やばい。これ3つ無くし、あ、いけたんかーい。あ、いた、ハート。いた、ハート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 。ま、違う。違う、違う、違う、違う。あー、なんでお前らまた復活、チンコー。まとめてチンコー。オッケー。もういいおっさんがさ、チンコって叫ぶなよ。よいしょ。オッケー。どうなんだろう、15分くらいか、今。まあ、ダンジョンだけで言ったら10分くらいでここまで来れてるんだとしたら、まあ、悪くはないペースじゃないかなと、勝手に思っていく。オッケー。こいつがないとね、300ルピー必要になってきちゃう。300ルピー、付け払いはできないからね、残念ながら。よっ。OK。 よし、で、ああ、そうだ、なんかちょっと
マップが変わるだけで敵向かってるんだもん。まあ、こういう世界だから多分ニュースリュースリュース入ってきてるんだ。痛いんだけどね。オッケー。え、まさか何も出てこんのかーい。はい、見えてる。いた。ファイトルコス。いや、お尻だ。シンプルに単調されて感じちゃったって感じになってる。ジューン。オッケー。ペタ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 ゾーラたちは一人残らず熱い氷の下、ゾーラの姫だけは何とか助け出したが、その姫も水の神殿に行くと言って言い残していってしまった。この氷は邪悪な呪いによるもの。水の神殿の魔物こそ呪いの源。源を絶たねば氷は溶ける。ゾーラの里を救うため危険に立ち向かう覚悟があるなら神殿導く調べを教えよう。浮きは移り人も移る。それは水の流れにも入って決してとどまることはない。幼き心は気高き大使に、幼き恋は深き慈愛へ。澄んだ水面は成長を移す鏡。オーナーが姿を見つめるために水のセレナーデを聞くがいい。ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん、違うって。ちゃんちゃん。みそららしや。水のセレナーデを覚えた。ルフォス、ナチャウ。この一瞬であれなのかな、扉をくぐったら音がダーンって聞こえちゃうから、こっちからやつも沈んでいったのかもしれないね。ということで、早速ですが、沈みます。耐えれるんかい。全然重くて重くて浮かばないじゃない。で、ここはどこに戻ってくる？あ、てか待って、パス見つけてないけど、パス見つけてなくてよかったな。今何ルピーだ？まあいいや、じゃあとりあえず行きましょう。そう、孫悟空の気持ちは後だと思って、これで行きましょう。重力10倍の世界。あ、違う、間違えた、進んできちゃって。コンパスがないとなかなかあれだね、わからない。ああ、邪魔。よいしょ。ほい、ほい、ほい。あ、そっか、この時あれか。倒して、その扉を開ける式だからあるのかな。いないのかな。大変だ、リンクも。関係ないよ。ここにある赤い炎を青い炎で燃やしたからといって、なんか別に起こるわけでもないよね。ということで、ね、沈んでいきましょう。途中では息ができないよ。苦しくなったらブーツを脱いで。さあ、果たしてどうかな。1分15秒もあれば大丈夫ですよ。めっちゃカニ沈んでんな。あれかな、なんかほら、よくあるさ、湖だったりさ、池だったりとかにさ、お金をさ、投げ捨てることによって、なんかそのご利益が得られるんじゃないかっていう、そのよくあるあるやつ。ということで、はい、もう用はないので、見ていきます。こっちの方か。結構浮かぶスピードも遅っ。こっちの方でいいのかな。
っと切ってくることこのプッ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 プチドンっていうね。やばい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 。普通に考えればさ、すごいよね。こんな重装備でさ、剣も盾もやっててさ、1分15秒潜れんだぞ。よし。まあでもどんなに頑張る人でもさ、だいたいなんだっけ、世界記録が9分とかそのくらいだったっけ、9分人間は酸素の供給が途絶えられると、もう死ぬっていうね、淡い生き物ですよ、ほんと。ということで、おぉ、そっちは。ああ、弱い、1回転すら死んでたの。よう助けてくれたのは、その方か、ゾラか。うん、苦しいね。その方を見たところ、水中では苦しそうじゃ。世の感謝の気持ちでこの服を授けよう。これなら水中も苦しゅうない。ゾラ服を手に入れた子供や着られない潜水スーツ、水の中でも苦しゅうない。喋ろう。そっか、糸姫は水に死んでに行ったから。もっと心配しろ。なんかあるだろ、もっと。なんだろう、もうゾーラ族はもう全滅みたいなもんだから。あ待って。痛い。あなたらリンクがチャって会えただけだったけど、メッケもメッケも、ほい、よしいね、ハートキャッチ。やばい、究極レオくなっていた、うん、大変だ。そう、なんかゴールデンアイテムやろうかなと思ってさ、なんかさ、もう去年の11月だったっけかなんかにさ、ずーっとさ、アップデートされましたっていう情報だけは言ってたのにさ、なんか一本さ、ないからさ、あれ、俺のバグってんのかなと思ったら、18歳以上がプレイできるっていうのに切り替えてたのいけなかったみたいですね、うん、だからもう半年近く経とうとしてるけど、半年、うん、そうだね、半年近く経とうとしてるけど、ようやくね、ちょっとアップデートしてゴールデンアイもね、もしかしたらやるかも。でもゴールデンアイってさ、まあストーリーをやるのも楽しいけどさ、いなくなっちゃった、あそこにいたのに。まあでも多分届かないからロングフック手に入れてからだな。ちょっとね、タロタロを星に行きましょうか、せっかくここに来たしね。まあ、来たというか、鶏が帰ってたんでね。ここあれなんだよ、大人になったら普通に歩けるようになるんだ。あれでもここ登ったところで何か意味あったっけ？特に何にもないかな？もう来たことあるって言ってるね。オッケー。トッキョン。走ってるー。これ行け！こっちな。じゃあかかりこ村に行って、まあちょっとあの小太りのマリオを起こして、小太りのマリオって言ったらもうマリオなんだよ。とりあえずそいつ起こして、どうあるか。まあロンロン牧場でも行ってみる。その救出したさ、まあ、設定コーナーもここにあるしさ、で、ツンツンからデレデレになったインゴーさんも見に行かなきゃいけないしね。どっちいい。相変わらず暗いな、でもな。あれか、あっちをクリアしてからじゃないともう治らないのか。そういうことかもしんないね。お手乗りコップ。ちょっと手乗りコッコやって、サブローをやって、そういうとこか。俺や、戻るんだ。戻したところでこいつなんか意味あんのけ？起きろー、さっさと起きろー。なんだよー、せっかく気持ちよく寝てたのに。マロを助けてくれただか、ありがとうよ。じゃあ戻っているだよ。はよ、走って戻れ。じゃあ、牧場行って終わりにしましょうか。よし、じゃあ行くか。なぜかトライフォースのあれを乗せてるんだよね、エポナもね。
そのままだって来たってことだもんね、あの脱出。すごい暗いよね、ずっとね。はい、はい、はい、ピッチ。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 どう？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 オッケー。パパンパンパパンパパン。何があってこんなさ、顔赤らめるようになっちゃったんだろうね。内股だし。どうもこんにちは、マロスさんが代わりさせていただきます。もうですね、なんかあれかな、マロに弱みでも握られたのかな、この子ね。そう考えられるよね。名前本当にありがとう。まだ名前も聞いてなかったね。ルーハウス、やっぱりそれだった。あの時のマリミルセイカー、覚えてる私のこと。そうか、見ること、エポラ覚えてたんだ。そうそう、それからね、インコさんのことなの。エポラを取られちゃったことがママにバレるんじゃないかと思ったのかしら。すごく取り乱してたんだけど、ある日突然なんだかいい人になったみたい。父さん戻ってくるし、なぜだかわからないけど、とにかく牧場に平和が戻ってきそう。きっと君のおかげで、お礼を言わなくっちゃ。ありがとう、ブルホース。いや、そんなことよりも、チューをしておっぱいを揉ましてくれたらそれで十分でございますよ。ということで、じゃあ今回の嫁候補は、7年後に育った、牧場の女の子ということにしておきましょうか。どうですみんな。牧場娘だもんね。まあ、最悪ここのさ、引っ張らってさ、引っ張らってしまって莫大な富を手に入れてさよならバイバイ。これでも戻ってくるのかな、タロン。戻ってきてるのかな、タロン。まあ全人類誰も興味ないけど、タロン。よし、ということで、これやったことないけどさ、もう今出ちゃったからやんないけどさ、牧場出るじゃん。あえて牧場のさ、あのエポナを脱出させるときにさ、ありとあらゆるところが閉まるじゃん。で、僕はその正面突破したけど、違うところからも出られるけど、それって今でもできるのかな。さすがに引っかかるかな。あの時だけの特別演出になる。わかんないんだよな、そんなことな。すげえ暗。さすが魔王の支配する世界だね。はい、オッケー。もうただただいじめてる図にしか見えないよね。夜になっちゃいました。いや、干からびてんなー。ということで、ここで待っててください。よいしょと。これに登ると何かが起こる。みんなあ、そういうことね。豆の木、すごいな、マジック豆の木だよな。で、下くぐります。これさ、水復活したらジャポンってなるんじゃないか。大丈夫？ジャポンのハポーになるんじゃない。揺れたかった。オッケー、グエー、来てる、グエー、グエー。いった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 、グエー。グエーにやられた、グエー。痛い、ぶち殺す。ラグコンテー、違うんだ。絶対違うんだ。ちょっと。もうこっちにしとこうか。これどこ行った、出こい。出てこい。上。うん。オッケー。くそ。こんなやつにボッコボコにされちまった。よし。とっ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 と。きたー。ちゃっちゃかピーン。無理か。次、音楽がまた。昨日、痛いのかよ。ちなみにここから弓矢打ってやら、もう炎目当て手に入るのか。無理か。なんかまさたかも空いてるかのように見えるけど、実は空いてないんだよね。ということで、次回スッと進められるように、あれあれ、沈みます。ペル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 、引っ張ります。
で、よく見たらなんかあれだね、なんか、サンゴ礁じゃないや、なんだっけ、貝殻みたいになってるけど。はい、ということで、水の神殿やってまいりました。次回からはこの、最高難易度の神殿をクリアするところから始めていきたいと思います。ということで、今回は最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いの極みです。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。